小川翔選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です、はい。大会まであと2日となりましたが、現在の心境はいかがでしょうか？そうですね、前回怪我でちょっとライジンに出場できなかったんですけど、まあ、今回オファーいただいて、で、まあ、6月の大会にもつながる可能性があるということで、すごい気合いが入ってます。怪我で欠場してしまって、それ以来の試合、まるっと1年間が空いたという感じですか？それまでに治ってて、2、3回ぐらい試合はしてるんですけど。あ、そうなんですね、はい、失礼しました。なるほど。でコンディションも、まあ、その大会を重ねて順調と。そうですね、はい。わかりました、ありがとうございます。その先ほど6月という話もあったんですけれども、その6月にメガイベントを開催する、まあ、そちらのこう査定試合があるんじゃないかという話もあるんですが、まあ、そちらを意識して、まあ、やはり今回そこに名前が上がるような試合をしたい。そうです、はい。どのようなこう試合のイメージなどってありますか？やっぱり KO で圧倒的な試合を見せて勝つで、インパクトをつけて6月につなげたいんですけど、まあもし勝っても、まあインパクトなかったら4月も出たいと、4月もライジンに出て、またさらにインパクトをつけたいなと思います。では今回の試合はインパクトのある試合をしたい。そうですね、今回のテーマか。はい、インパクトつけるテーマです。ありがとうございます。あと前回その欠場という話が出たと思うんですけれども、はい、前回戦う予定だったのはタイガー選手、はい、で今回、まあ、同じ大会に別の選手と対戦するというふうな感じでこう同じで出るわけですけれども、はい、まあ、そちらの試合っていうのも気になっていたりするんでしょうか？それとも特に関係なく自分の試合だけ。そうですね、まあタイガ選手とやってもいいのかなって俺個人的には思ったんですけど、まあそうじゃなかったので、まあタイガ選手の試合は気にならないことはないですけど、まあ自分の相手に集中して試合するだけなので、はい。ありがとうございます。それでは今回対戦する山畑選手の印象というのを教えていただけますか？印象、もうサースポーってだけで特に印象はないです、はい。それはもうファイトスタイル特にこう見ていないとか、それとも見たけれども特に何も気にしていない、どちらの感じですか？まあ、見てはいますけど、まあ、特に気にしてないですね、はい。また今回、小川選手はライジンに参戦するのが2018年以来となると思うんですね。そうすると最近ファンになった方とはちょっと前の試合を見ていないという場合もあるかもしれないんですけれども、改めて小川選手がこうライジンを見ているファンに見せたい自分のどんなところをアピールしたいと思いますか？やっぱりもうガンガン前出て攻めあぐんで圧倒的な試合を見せれるようにファンの皆さんにアピールもしていきたいです。ありがとうございます。あとご自身で今回の試合の展開、どういう展開になるというふうに予想するか教えていただけますか？まあもう前にガンガン行って詰めて、まあ、圧倒的に攻めて KO をする展開になるんじゃないかなと思います。ちなみに KO はキックパンチ、どちらのイメージがありますか？まあどっちもイメージしてるんでまあもう KO ってことで、はい、何でも KO、どっちも、はい。わかりました、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。はい、その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？それでは海外実況の方から質問させていただきます。はい、前回、はい、ライジンに、
出場が決まっていて、その怪我で、はい、欠場を余儀なくされたと思うんですけれども、はい、その怪我で欠場してから復帰までのプロセスで、どのようなこう過程を経て経たのかをちょっと教えていただけますか。そうですね、もうまあちょっと怪我が結構まあその時は深刻だったので、まあ、復帰できるかなとか思ったんですけど、やっぱりまあジムの会長だったり生徒だったり応援してくれる人たちが支えてくれて、頑張って復帰できるように、まあ、治療して次に向けて頑張ろうっていう思いでした。実際に怪我をしてからその復帰戦を行うまでどれくらいかかりましたか。8ヶ月ぐらいですかね。まあ意外と短い方ではあったんですけど、まあ本当に頑張って治療に向けて専念して、復帰しました。まあその選手をやっていると怪我っていろいろあって、大なり小なりいろんな怪我があると思うんですが、まあ、今回に関しては結構深刻な怪我だということで、その精神面的にもこう強くないといけないと思うんですけども、どういう心構えで乗り越えたというかもう本当にやっぱり、まあ、応援してくれる人たちだったり、本当にもう、まあ、会長だったりジムのメンバーだったりがもう支えになって、頑張れたのかなって、はい、思います。いろいろとこう乗り越えて、無事に復帰して試合を終えて、まあ、ライジンにこうまた戻ってくるんですが、はい、その、なんですか、そのライジンに出ることが目標ではなくて、当然その先があるんですけれども、その先のこう目標、戻ってきたからには目標設定ってどういうものを立ててますか。やっぱり世界のベルトを取るっていう目標はあるので、そこに向けて、まあ今の目標は本当に6月の試合なので、まあそっちに目標を定めてやってるので、はい。まあ、そのためには、まず目の前の山田選手を乗り越えないといけないということなんですが、ご自身が山田選手より上回っている部分、どういう点だと思いますか。もう攻撃面だったり、パワーだったり、まあ、ほとんど上回ってるんじゃないかなって思います。ちょっと全然違う話して、はい、今眼鏡かけてるじゃないですか、はい、試合は裸眼ですか。裸眼です。ちなみに裸眼でどれくらい見えるんですか。裸眼で片目が 0.1 で 0.23 ぐらいです。はい。コンタクトつけないんですか。つけないですね。練習でもやっぱ裸眼でやってるので、その感覚でやってます。だからもう客席全く見えないです。客席相手の顔とかは見える感じですか。あ、そうです、そうです。は見える。まあ、はっきりは見えないですけど、はあ、そっか、もうそれに慣れちゃってるって感じですか、はい、まあでも、本当距離近いんで、はい、そんなに苦ではない。なるほど、はい、それってあれですか、動体視力的な。もうだから本当練習からつけてない状態でやってるので、もうそれがなんか見えすぎても逆にやりづらいです。
じゃないかなって僕は思うんですよ。コンタクトつけて普段つけてない状態からコンタクトつけたら見えすぎて逆になんか感覚狂うというか、だからもう裸眼ですね、はい、それってもうずっとキックボクシング始めた頃からもう目悪いままやってたんですか。そうですね。でもそれは当たり前になってるんです。はい、脱線したな。ありがとうございます。私もちょっと気になった脱線してちゃうんですけど、はい、あの受け答えの真面目さとは裏腹にかなり主張の強いこうちょっと柄が気になっちゃったんですか。お好きなブランドだったりとか。いや特にないですけど、まあなんかちょっと気合い入るのかなと。あ、そうなんですね。ギャップがすごいと思いました。失礼しました。あともう一点真面目な質問をちょっと聞いていただきたいですが、はい、あのライジンで大石ジムといったらやはりちょっと印象深いのが去年の6月の東京ドームであの出場された大崎選手、はい、大崎浩輝選手が、那須川天心選手と、はい、まあ、ボクシングルールではあったんですけども戦って、はい、まあ、そこでかなりこうイメージというかライジンファンの中でもあすごい選手がいるんだなっていうイメージがついたんですけども、先ほどその小川選手もインパクトがあるっていうような話もたびたびされていて、やはりそういうふうなこう印象に残る、まあ、その試合内容だったり、まあ、実際チャレンジする姿勢だったりっていうのはやはりそういうチームメイトから刺激を受けたりっていうのはやはりありますか。いや、もちろんありますね。やっぱその会場東京ドームにも僕も行ってるので、やっぱりこうまあ応援半分悔しさ半分というか、あ、俺もここ立ちてえなっていう思いはありますね、やっぱり。なるほど、大きい舞台で、はい、そして印象に残る試合をして。そうですね。なるほど、それを今回の大会でぜひ見せていただけたらと思います。